岡崎国助から1936年7月22日は、日本の政治家、実業家、号は、万光。自由党を経て、立憲声優会衆議院議員、加藤公明内閣の農林大臣、貴族院議員を歴任する。むつむねみつの配下として活躍し、政界の寝技師、作詞として知られた。年3月15日説もあり、 長坂楽屋の子として生まれる。孫の岡崎久彦によれば、長坂家は、長坂千葵苦の末裔であるという。江戸の旗本直期さん、長坂本家との関係は、経ずに明らかでなく、大阪夏の神保の元奈年間に、徳川頼信に従って、奇襲入りした時に与えられた戦国のお墨付きが、残るのみという。また、国助の母親は、陸宗光の母親と姉妹で、 むつむねみつと、岡崎国助は、いとこの関係にある。慶応四年、数え年で十六歳の時、とば、伏見の戦いでウ人。ジン。一新後の1873年に、いとこの道の子を頼り状況。1888年、中米特命全権講師となった道の国に従い、渡米する。アメリカで、岡崎は、ミシガン大学で学び、この時期に、方熊楠と出会っている。 1890年に帰帳し、翌1891年、道の区の議員辞職に伴う、第一回衆議院議員総選挙補欠選挙で、衆議院議員に当選する。この時、当時の制限選挙で非選挙権を得るため、当時の奇襲の祖父岡、岡崎系、名目の上だけで養子となって、姓を改めた。以後当選回数10回。1897年。 自由党に入党する。む津宗光の没後は、自身と同じく、道の区の引き立てを受けた、星徹に接近し、星の懐刀として、外反内閣党閣、立憲政友会結成などに活躍する。1900年、第四次、伊藤内閣の定新大臣となった、星徹の下で、定新大臣官房長を務めたが、翌1901年に星は視察されてしまう。 1912年、立憲国民党の犬飼岳氏、声優会の尾崎幸雄らと共に、第三次、桂内閣の当閣に動き、県政擁護運動を展開する。1915年、声優会総務委員に就任する。西恩寺金持ちの声優会総裁辞任後は、自身と同じく、むつむねみつの引き立てを受けた、原隆氏を支え、1918年に現内閣が、 誕生した。1921年、原が東京駅で遭難後は、声優会刷新派を支持し、第25県運動で活躍し、清浦内閣当閣と、県政会総裁、加藤孔明を主犯とする五県三派内閣成立に、動いた。1925年、加藤孔明内閣の農林大臣として入閣する。1928年、 貴族院議員に直選される。1929年、田中義和首相、政優会総裁の退任時の後継者選びでは、影響力を発揮し、引退していた犬飼い武氏の復帰、総裁就任に一役買った。実業家としては、渋沢栄一らと共に、京阪電気鉄道の創立に加わり、 発足後は役員を務め、1917年に第三大社長となった。岡崎は自らの政界の人脈を利用する形で、京犯の事業拡大を図り、社長在任中に新京犯鉄道の免許獲得と設立、自らの故郷である和歌山県への進出などを手掛けている。農林大臣への就任に伴い1925年に社長を辞任した。また、 京阪電気鉄道が設立に参加した電力会社の大道電力にも関わり、1919年11月から1925年3月まで同社取締役を務めた。1936年7月22日、死去。82歳。岡崎国助教蔵、海音寺長五郎は、その著、武将列伝の竹中半米の章で 東洋の作詞は作そのものを楽しんで、立徳の年には淡い人が多いのであると述べた上で、対正年代の正解の作詞、岡崎国助の生涯がそうであったし、現代でも三木武義の晩年がそうであったと引き合いに出している。中大大使、外交評論家の岡崎久彦は孫にあたる。久彦が、陸津宗光を書いた際には、国助と道のくの縁から得た材料を主事用いている。 ありがとうございます。